一等機くんから痛み入ります。どうか今宵だけでもご許しを。かしこまらないでくださいませ。私のような小娘にそのような。あなた様もお忙しそうですね。先ほどもドレスの女性と親しげに。はい、壁に耳ありとも申しますが、あなた様にはいつも私の目がついています。お気をつけくださいませ。そうですね、共に過ごすことが当たり前のように感じられるほどに。まして、ここは由緒ある宴の席。このような場であなた様のお姿を見失うと私も心細いのです。嬉しきことです。このような席でも私は自分を飾ることなく、気持ちを抑えることもなく、いつもの私のまま、史上高嶺のままでいられたのですね。ともかく親しき隣人のように振る舞えていたのでしたら、それもまた合宿のおかげですね。泣きたい時に泣き、笑いたい時に笑い、私はもう心のままに振る舞うことを恐れません。ありのままで立派に見えてこその品格。そういうものかもしれませんね。さて、そうとまではまだ。はて、副将ですか。なんと、好きなもの、何でも。まあ、それは何とも心が躍りますね。私の欲しいもの、皆で乗るためのクルーザー、あるいは合宿所のコテージを新築するというのも良いですが、正直なところ欲しいものは何もありません。はい、愛すべき仲間たち、アイドルとしての最高の名誉、そして信頼すべきプロデューサー。私の欲しいものはほとんど全てあの合宿所にありますから。それは人の手には余るもの、望んだところで手に入らないものなのです。見果てぬ夢、そうしたものかもしれません。でもだからこそ私は歌えるのです。これからもいつまでもどこまでもその夢を追って。かしこまりました。それではお言葉に甘えて、ラーメン1年分でお願いいたします。